ーム王国へようこそ。どうもルーダスです。ハロハロ。今回はファイナルファンタジー9史上最強の隠しボスに挑戦したいと思います。まずは何の対策もなしにまずはお披露目会と行きたいと思います。お披露目会では絶対に勝てないと思うけど、とりあえず調べていきましょう。ちょっと待ってクポ、そこなんだか異様な気配を感じるクポ。やばいのか、こんな気配は初めてクポ。この世のものとは思えない。といってもお化けとかじゃないクポ、なんていうか別の世界の存在って感じクポ。まずは一回挑戦してみましょう。一回挑戦してみて皆さんにこいつの強さを紹介したいと思います。といっても20年前にすでに出たゲームだからな、とっくに知ってる人もいるかと思いますが、初見さんのために今回は最初にお披露目会といきたいと思います。 FF シリーズで有名なあいつの戦闘、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは行きましょう。勝てるかな、わかんねえが絶対勝てないと思うけど行きましょう。やめといた方がいいと思うクポ。ここで入念なパーティー編成とかやってくれるってか。さあ来るぞみんな、あいつが来るぞ。来たー来たー、メルヘンの球体ボスだ。来たー勝てっかなこれ。いけるかな、絶対いけねえと思うけど。です、いきなりですわ、やめてくれ。やべ、クイーナクイーナ、ちょっと待って、ミス、オッケー。いけるかなこれ。おい、エリクさん盗んだ。絶対勝てないと思うけど、とりあえずメガフレア放ってます。とりあえずメガフレアを使い、はい、このオズマなんですけども、ファイナルファンタジー9史上最強の隠しボスとなっています。さあその強さはいかほどなものか、皆さんにこの動画を見ている皆さんが理解してもらえたら幸いです。やばい、あまりにも強力な敵だから俺の実況が下手くそになってる。来た、レベル4ホーリー。レベル4って俺いたっけ、レベル4の敵味方っていた俺、どうだっけかな。ああ結構食らっちゃった。ホワイトウィンド、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 ホワイト、白い風、再現ホーリー、レベル4ホーリーならこちらモノホンのホーリーで対抗してやれ。さあメルヘンの球体よ、これで、ね、おお5000ダメージで、いいね、盗めなかった。もう一回メガフレアを使って、あそうだ、こっちはマディーンで対抗しよう。マディーンだ、マディーン、マディーンさんなら勝てる。キャー、キャラが、あそっか、あいつキャラが使うんだっけか。9000回復とかマジか、聞いてねえわそれ。ちょっとアトモス効くか分かんないけどやるか。9000回復、そら効いてないね。ジハード出た、ジハード、やばい、この魔法やばい、これ FF 界で超有名な強力な黒魔法、やばい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 、おジハード、やばい、隕石が降ってくる、 FF なのの隕石が、やべえって、やばいって、ちょっと待ってくれって、これナルトの展開にこんなあったよな。まだなんか連合軍自分ごと隕石落としたってか、こうやばい、やばすぎる、これは悪いもんじゃない、悪いないぞこれ。あとまたこれ効くかな、あいつに絶対効かないと思うけど、ミスだよな、うん、期待してなかった。カーズ、それもなんか怖い、ユッツァ状態とか、あいつがクイナ死んだ、マジか、届かない、お前行動早いな、やたらフレア、あー、ジタンが回りながらフレア食らってやられるのか。笑えない、盛大に笑えないよこれは。ミス、そっか、暗闇だからか効かないのか。
あれ、あ、そっか、バーサクもか、バーサクにもなってんのか、お前。だが、そっか、バーサク状態にもなってんのか、フレアスター、それ、駆除の技じゃねえか、それ。なんでお前が使ってんだよ、駆除の技を。なんという気だ、これは。こんな相手に挑んだ俺が悪かったとか、ミスった。ちなみに通常の状態ではラケットしか攻撃は当たりません。元に戻ったけど笑えないぜこいつ。笑えないあいつだぜ、まったくよ。はい、というわけでファイナルファンタジー9史上最強の隠しボスオズマ、お楽しみいただけたでしょうか。やっぱり成功法じゃあいつに勝てないね。